ビシェフラットは、チェコ、プラハにある丘の定石である。ビシェフラットという言葉は、高い城を意味する。また、この地区の地区名でもある。ビシェフラットの丘に城が築かれるようになったのは10世紀も、後半の頃である。これは、プラハ城より、後のことである。ただし、それ以前から人の手の加わっていた跡はある。現在に至るも城の立つ。 以前のビシェフラットについて詳しいことは分かっていない。ビシェフラットは当時のプラハ市域の外にあって、ブルタバ川の東からプラハと川を抑える大事な拠点であった。ブラチスラフニセイはプラハ市教との権力争いもあって、プラハ城からビシェフラットに居城を移し、ここに市教座聖堂三次会を置いて市教に対抗した。また、今に伝わる聖マルチン円形聖堂や、 セーペテロパウロ教会を建造した。ビシェフラットには、プラハとは別に独自の町があり、玉座があった頃には、プラハ並み、あるいはそれ以上の賑やかさがあったという。しかし、ソビエスラフ一世の時に、居城はプラハ城に戻り、以降、プラハでは、城と町の拡張が断続的に行われた。カレル王によるプラハの大拡張で、 プラハを囲む長大な支壁がビシェフラットに接続されることになり、ビシェフラットはプラハの南端に構える要塞として、15の塔のそびえる強力な城に改造され、宮殿や聖堂も整備された。ただしビシェフラットの町の姿勢は、プラハ市とは独立している。フス戦争において広大なプラハはカトリックとフス派両者の争奪戦にさらされた。 市街がフスハの占領するところだったので、プラハ城とビシェフラットがカトリック側の頼りだった。フスハとしても、この城を放置し続けては、プラハが危ういため、ビシェフラットに大規模な攻撃を行った。ビシェフラットの戦いである。この戦いで勝利したフスハは城を徹底的に破壊し、彼らにとって堕落的と思われた教会とその財産も破壊された。 教会や聖堂は後に再建されたが、城の再建は、もはやされなかった。ハプスブルク君主国の下で、ビシェフラットは大砲時代に適応した要塞として、整備を受けたほか、軍の駐屯地として使用されていた。1883年にビシェフラットの町は、プラハ市政に統合された。この頃から、チェコの民族主義運動に伴い、 半ば打ち捨てられていたビシェフラットも注目されるようになっていた。公園として整備され、現在に至る。ビシェフラットは、城主公園として整備されてあるほか、内部に、いくつもの歴史、文化財産を有する。そのほか、近世時代の要塞構造を活用した、博物館や、数多くの彫像の展示がある。ありがとうございます。